チャオ、マシロです。6月28日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日は100取れましたね。はい、よかったよかった。で、睡眠タイプが、これはすやすやなったでしょ。あ、行きましたね。だけどシアンですやすやってどうなので、寝るときはマスター7で寝ましたかね。チャンネル登録と高評価よろしくね。さあ、新しい寝顔はメータモンがおる。あ、これ新しい寝顔星さんかな。そうだね。はい、これで全部、あ、星4はないのね、ディグダは。まあ、カビゴンのお腹の上に穴掘ったら大変だもんな。で、メタモンちゃんと、はい、あ、マーネーネーのこれ星さんかな。あ、バリアードだったわ。はい、星1も見てないんだけど、逆に星さん見てたわ。で、はい、ピカチュウちゃんに、右側は、まあ、メタモンちゃんかな。今日ゲットするとしたら。はい。いやー、メタモンちゃんにチャンスついてくんないかなー。あ、つかないのね。でも結構上げてる。お、大成功。なんか最近さ、ハートが見づらくなったんだよね。はい、ゲットできましたね、ラッキー。さあ、あとはまあいいかな。はい、今日はこれで終わりたいと思います。油油のメタモンちゃんが欲しいんだよね。まあでも今さ、ううとか来ちゃったから、いや、どうだろうね、メタモン微妙かな。油を集めてくる子っつったらどうの子がいいの。やっぱカエルがいいのかな、それともううの方がいいのかな。さあ、陽気、油油、お、油油尻尾ですよ。陽気とは食材確率アップしてる。いいねー。しょ、バーカ野郎。バーカ野郎でしょこれは。本当にダメよこれ、やっちゃう。なんでここに来るかな。アメちゃんですかね。あメタモンゲットするの大変なんだから、もうショックでかいんだよこれ。はい、ということで、本日はこんな感じになりました。皆さんは何かいいポケモンに出会えましたでしょうか。明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。